計185元。普通のでいくら？普通のでも結構高い気がする。70元とか81元とか。牛乳が台湾めっちゃ高いです。で、その代わりっていうよりか、なんて言うんだろう、ヨーグルトが好きなんですけど、ヨーグルトどれだっけ、あったね、ヨーグルトの方が僕は個人的に好きで、このメーカーのヨーグルトめっちゃ美味しい。2軒で118、ね、でもそんな一気に飲まないからな。まあ、や今日いいか、重いしいいや。あ、これあったあった。あ、でもこっちの方が安い、こっちにしよう。あ、こっちだ。これは砂糖が入ってないやつ。これがこれだ。2月22日、これにします。グッド。ここは地下になってます。スーパーにこういう感じで地下とかがあるのが結構僕は珍しいなと思って、日本であまり見ないなと思って。日本のお酒も売ってます。多分ちょっと高いけど115元。これは120、これがちょっと安いな。90元。まあ日本酒もちょっと高いけどあります。これがめっちゃ美味しい。どうぞ。パパパパパ、びっくりした。あとお菓子コーナーとかも充実してますね。レイズとかのラインバージョンライン結構どこにでもいるな。あ、ここになんかもここにいるもん。日本のポテチ、小池屋？小池屋日本の。2袋買うと1つ 34.5、うん、これ安いな。小池屋19元。カラムーチョ、こんな感じ。これが台湾でよく食べられてるグワイカイってやつ。あ、チキンラーメン。あー、ちょっとでもやっぱ高いな。95元。10袋入り、ちっちゃいのが10袋入って95元。日本のもの、うん、だいぶ高いですね。とりあえず今日はこれと、あと牛乳のやつ、ミルク、ミルク上かな。コーヒー関連だからここか。あったあった。これがね、コーヒー飲むときに僕の必須の 10×20 で50元。こっちは50個入って85。こっちの方が安いだけど、どうしようかな。でも20すぐ使い終わったから85にしようかな。よし、こんな感じ。あんまりね、いっぱい買ってもしゃあないんで。はい、要问客人要存发票。对，不会要被
费嘛。啊，会会员，不是吗？结完哈，零九七八九四九八八零。印出来吗？哈。对。你先不要拿这个，我直接刷就可以了。手机。可以二六二信用卡。仲庭，你先不要走，等一下帮我换钱。不是这个啊。我们是说中国信托跟台新银行。对，我知道。你先把那张卡片交出来。这个，什么字？啊？你先把它叫出来。然后先把它换起来，对，这样比较快。对，好，就是它，就是那个啊，对对，你就叫它，不要动。对，那个是500，这是10块，谢谢。不好意思，不好意思。アメリカのカードが反応しちゃって一気に買えなかった。結局アップルペイ、いいけどなんかこういう時めんどくさいっすね。画面まで行ってクリックしてやっと使えた。今日はこんな感じです。それでは。